choucroute, ce mini. Bonne choucroute de bon choucroute. Bye. Bonjour à tous. フランス、ナント在住ののりこです。皆さんは冬になると食べたくなる料理ってありますか？フランスはですね、冬といえばチーズ料理が有名なんですけれども、例えばラクレットとかタフティフレットとか、まあ、そういう料理があります。なんですけど、私はですね、今日ご紹介しますシュークルートという料理がとても好きで、これはもともとフランスのアルザス地方の郷土料理なんですが、塩漬けにしたキャベツを発酵させて、それをソーセージや豚バラ肉などで煮込んでいく料理なんですね。発酵時間も含めて1週間以上かかるんですけれども、やっぱり自分で作った発酵食品っていうのがすごく美味しいので、もしよかったら皆さんも挑戦してみてください。まずキャベツをこうやって千切りにしていくんですけれども、日本のキャベツは柔らかいのでそこまで細かくなくて大丈夫なんですが、フランスのキャベツは硬いのが多いので、私は結構細かく切ってます。そしてフランスといえばこのゲホンドの塩ですね。こちらの塩を使って塩もみしていきたいと思います。キャベツの重さに対して 2% の重さの塩をキャベツにまぶして塩もみをしていきます。今日これはキャベツ 1.5kg 分の重さでやってるんですけれども、この鍋は5リットル用なんですが、それでも結構かさがいっぱいなんですが、体重をかけて揉んでいくうちにだんだんかさが小さくなっていきます。5分ぐらい混ぜるとこんだけかさが減ってきました。もうあと5分ぐらい続けていきます。10分ぐらい続けていくとこれぐらいかさが減ります。手でキャベツを絞ると簡単に水分が滴り落ちてくるぐらいになれば大丈夫です。さて、塩もみが終わりましたら、煮沸消毒した瓶にキャベツを詰めていきます。ある程度キャベツを入れたら、こうやって綿棒で押して空気を抜いていきます。そしてまたキャベツを入れて、でキャベツを入れたら綿棒で押してという作業を繰り返して、全部のキャベツを入れていきます。キャベツの外側の葉の部分で蓋を作っていきます。そして蓋をかぶせて、その上からキャベツの芯を置いて蓋をすることで圧迫して重し代わりにしていきます。さあ、これで準備が完了しました。このまま常温で1週間ほど発酵させます。で、発酵ができたら冷蔵庫で保存します。常温に置いて3日目で、すでにこんなにたくさんのブクブクが出てきました。上手に発酵できてます。さあ、こちらが塩漬けしてから10日ほど経ったキャベツの塩漬けです。さあ、今日のお昼はシュークルートです。
冷蔵庫で寝かせていたので発酵具合は少し落ち着いています。この日のために近所のお肉屋さんでお肉を買ってきました。その様子もご覧ください。Allez, nous on va faire de choucroute demain. Donc saucisse. Saucisse de morceau. C'est pour combien de personnes? Pour 4 personnes. Une saucisse ça sera suffisant? Je mets la quoi? C'est bon, non? Ouais. Avec ceci. Avec. Tu veux mettre On va prendre 2 saucisses de Francfort. D'accord. Pas de la saucisse fumée. Ah non, j'ai tout perdu, monsieur. Sinon, j'ai de la nature derrière. J'ai des grosses saucisses nature. Allez, saucisse nature. Une. Une ? D'accord. Je regarde. Kiku,覚えてる? これこの間買ったやつだよ。ソシーズ・ファンコ。あ、ソシーズ・モクト。黒いソーセージなの。ツサツ、セボン？ツサツ。ママ。ヒンク。ママ。エマ。これで美味しいお肉が揃ったので、シュークルートの準備を始めていきます。まず瓶詰めからキャベツを取り出して一度水洗いします。結構ね、酸味と塩気が強いので私は一回水洗いする方が好きなんですが、まあ、それは各自お好みで洗ってもいいし洗わなくてもいいです。まず鍋にキャベツを水気を絞りながら置いて、でその上に豚バラ肉を置いていきます。そしてまたキャベツを水気を絞りながら鍋に入れていきます。あのシュークルートもいろんな調理法がありまして、シンプルにキャベツとお肉だけ煮込んでっていうのもあれば、今日は私は少し凝ったシュークルートを作ろうと思いまして、よく炒めた玉ねぎを追加しようと思います。玉ねぎを炒めたら鍋に入れて、さらにニンニクを入れます。そしてこれはタイムとローリエが一緒になったやつですね。それを入れて、そして甘めの白ワインを入れて、あとは水を少し足して弱めでまず1時間煮込みます。そして途中水分がなくなりそうになったらその都度水を足してください。弱火で1時間煮込んだらじゃがいもを加えてさらに1時間煮込んでいきます。今日はフランスのネットサイトの調理法を参考に作ったんですけれども、最初からじゃがいもを入れて1時間半ぐらい煮込むのでも大丈夫と思います。結構適当に作っても美味しく作れます。じゃがいもが煮えたら最後にソーセージを入れて10分ほど蒸し焼きにしていきます。最後にソーセージを入れるのはソーセージに火が入りすぎて破裂しないためなんですけれども、
私は破裂させてしまいました。こういう時もねあるんですけれども、でも、まあ、味はね変わらないので美味しくいただきました。Allez, on va manger du choucroute ce midi. Bonne choucroute de Bonne choucroute. Bye. Bye. Merci. 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 De rien. Allez, il te donne comment ça? Oui, il te donne. Kanpai. 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 À la tienne, Kikun. Kanpai, Kikun. Kanpai. Kanpai. Ching.乾杯。チン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 。